国鉄滝2600経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、火星相大気専用の30トン石炭車として1953年1月28日から1956年5月31日にかけて522両が、 三菱重工業、日立製作所、汽車製造、日本車両製造、新潟鉄工所、富士重工業、雑機車両、川崎車両、富士車両の旧車にて製作された。この522両のうちには、多数の他形式からの改造編入者が含まれている。また逆に、本形式から、多数の車が、種車となり、他形式に改造された。記号番号表記は、 特殊表記符号、公前知し、小滝と表記する。本形式の他に、火星相打液を専用種別とする箇者は、タム900系、滝1400系、タキ2800系、千7750系当日に29形式が存在し、その中で本形式は最多量数形式であった。1979年10月より火星品、分類番号を、 新81が表記された。ドーム付きな大のぶつ型のタンク体は、普通構成で内部に、純度保持のためのゴムライニングが施され、断熱材を巻き着せを装備した。二役方式は、タンク上部のマンホールまたは、液出入管からの上入れ、液出管と空気管使用による上出し方式であり、両管は S 時管を装備している。車体色は黒色、寸法関係は、 全長は 9100mm から 9900mm、全幅は 2380mm、全高は 3655mm、台車中心間距離は 5000mm から 5800mm、G 用席は17.0立方メートル -22.8 立方メートル、自長は15.9トンから19.1トン、換算量数は、席車4.5、空車1.6であり、 台車は、ベッテンドルフ式の TR41A、TR41C、TR41DS-4、TR41D-2、TR41D-4 TR である。1987年4月の国鉄分割民営化時には387両の車席が JR 貨物に継承され、2010年4月1日、現在4両が在籍している。 電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増換鉄道車両年間 P107。ありがとうございます。